まあ一応継ぎ手は作ってみましたね。まあこれ継ぎ手と言える代物かどうかはわからないけれども、あ、足らないな、足らないね。はあ、やっぱりその端材を一本の材にできる継ぎ手っていうスキルがあったらすごいね、材木代がめちゃくちゃ浮くんですよね。だからそれをどうにかしたいですね。まあこれもあと1本つなげてもう4本にしていきたい。はい、イトログです。今回はですね、逆側ですね、あのこの給排、給水管でいいのかな、ポリエチレンだから、まあ、給排管を打ち付けるためのまあ壁がないと、あと仕切りもないということでですね、部屋を作っています。でこれ仕切りを作るのが意外と大変で、何が大変かって言ったら天井高いんですよ、この昔ながらの築古の空き家って。でなんかもう絶対に使わねえなっていう、この、まあ、動画右手ぐらいに出ると思うんだけど、あの押し入れの上のなんかちっちゃい押し入れみたいなのがあるんだけど、まあ、絶対にこれデッドスペースで使わねえなっていうところまであるので、確かね2メーター半あったかな、確かそれぐらいあったと思うんですよね。なんでもう仕切りを作るのにもこれまた一苦労ですよ。もうたるきでやったかなと覚えてないけど、まあそれも3600ミリをタワーで買ってきて、まあ L 字でつけてるって感じっすね、動画にある限り。だからまあ結構すぐ終わるだろうなと思ったんですよ。でもね、すぐ終わんないんですよ。でまあ何か終わんないって言ったらもう意外と高いんですね。で高いから、何がめんどくさいって言ったら、あれだ、鉄鋼ボードを中途半端にあのカットしなきゃいけないんですよ。これがね、たまらなく嫌なんですよ。1820そのまんまトントントンって置いて、1820の2500だから、まあ、およそ70銭から、まあ、75銭っていう、すーげー半端な端数っていうか、端材が出るんですよね。で、それプラス、1枚を、その、まあ、一応、そうか、一番下は1820でトントントンってやったもんで、その上ですね、1820の1枚を打ち付けた上、それが75とか70だったんですよ。で、天井材の、何天井で、竿天井の竿がちょっとたるんでるわけですよ。断熱材の重みで。だからそれに合わせてちょっとまた長さも幾分か変えなくちゃいけないっていうのが、これまた難儀でしたよね。で今この動画は裏ですね。でこれがトイレ側です。で前までの動画が僕、まあ現在では僕の管理人部屋になっている部屋からの、アングルです。で石膏ボードを両面に打ち付けないと始まらないっていう話だったんですよね。でこれがね、めんどくさい。で、横、1820を何枚入れたっけな、確かね、3枚、4枚入れたんですよ。パンパンパンって。で、一番最後のところが確かね、25だか、30センチない、すげえね、半端な、尺が残っちゃったんですよね。尺で残しちゃったから、これまたもうたまったもんじゃなかったんですよ。でしかも枠もまた2段階で作んなくちゃいけないし、でこれ大丈夫なのっていう話ですね。強度、まあ多少脆いけど、まあ大体ここの壁っていうのは4日かかる理由がない場所なんで、まあいいかっていうので作ってます。だって洗濯機と洗面台を置いて、まあ俺の管理人部屋なんで、まあ、よほどの悪意がない限り4日かんないなっていう感じでやってますね。で、まあ、動画の奥の方は今物置になってますね。なんで、冬場は、まあ、ここはオープンできないんでしませんけど、まあ、とにかく寒いけど、まあ、来年の春でどうするかは決めます。まあ、そんな感じで頑張ってます。バイバイ。